プレー、左足のクロスは松原、中空いている、南野シュート、先制ゴール日本です。涼しい顔、南野匠が決めています。日本先制点は南野、これでワールドカップ予選5試合連続ゴールです。これも両サイドを攻めましたけど、はい、その前に中央ね、ですね、突破に行ったところで、はい、両サイドがぐっと中に絞らざるを得なかったモンゴルのディフェンダーが、はい、それによってボルドも戻ってきたモンゴル、この時中でどうフリーになるかなんですけどもね、はい、吉田から縦、いいところ、大迫、素晴らしい、決めた大迫勇也、2019年9月以来の代表ゴール、日本2点目。今はうまく背後を取りましたね、はい、そして風間さん、やはり2本とも縦パスなんですよね、はい、きっかけはそうですね、はい、ですからここのところ、まあ、相手はたくさんいるんですけども、彼らの日本の選手の技術からするとこれ十分なスペースですし、はい、今は相手を外してますよね、はい、場所というよりはこういうプレーがたくさん出てくるといいですね、はい、吉田麻也から変化をつけながらそこを崩している、ですから伊藤純也、いいボールだ、うん、そしてこれを決めます。今度は鎌田、大迫、鎌田、南野の3人揃い踏み、3対0。今度はクロスで中の動きが良かったですよね、ですから風間さん、それだけしっかりやってくるモンゴルに対して、はい、日本が時間をかけていろんなところを見つけてここはゴールを決めてるわけですよね。そうですね。そして今ここ最先端いた伊藤の入れるタイミングですよね、はい、まだ戻りきる前に早いタイミングで入れている、はい、そして中も2人がフリーになっていると、で松原縦に行く、いいボールだ、いいところに出た。さあ快速の伊藤純也、中には大迫、大迫欲しがっているが後ろから来た、森田のゴール、代表初ゴール、来ました、森田4点目。この2ヶ月で一気に成長した印象の森田、このパスですね、これ素晴らしいです、はい、松原から伊藤、そして大迫を一旦欲しがったんですがここはマイナスを最後選択、そして森田は海外ポルトガルに移籍して磨いてきたこのシュートです。結果でしか評価は変わらないと話している森田が、その吉田麻也、いいターンした、サンプドリア、さあ日本チャンスになる、伊藤持っていく、松原が上がってきた、右足のクロス、方向変わって入りました、日本5点目。形としてはどうでしょう、オウンゴールになるでしょうか、うん、と思いますね、はい、ただこの得点に代表デビューの松原が絡んでいきました。おそらくクロスですよね、はい、そうですね、はい、当たって入ってここはおそらくオウンゴールという表示になると思います、まあ、ただ松原がここまで上がって、はい、これ早かったですから、伊藤がターンしたのも非常にあの素晴らしいプレーで、はい、そしてそれから進んでいくスピードも速かったですけども、それを後ろからねまたファーサイド落とします、低いボールシュート決まりました、大迫今日2点目。後半初めての得点は日本、大迫勇也エースが決めました。この後ですよね、クリアの後、はい、こう外に行くふりをして、ここ鎌田らしいですね、はい、この相手を見てその逆を取った、はい、ここでもう余裕で見てますよね、はい、そしてしっかりパス、これを、まあ、落ち着いてましたね。あの風間さん、はい、前線の選手が少し日本の中で渋滞気味だった中で、はい、鎌田はちょっと見つけ7人が代表デビュー、あの実はなかなかこういうことって風間さんないですよね。ないですね。落としてチャンスになる、うん、後ろからシュート、なんと稲垣です、
代表デビューでゴールを決めました。いやシュータうまいですね。これが持ち味でもあります稲垣ですが、まあ、ここ大迫が今うまく相手から離れてね、背中を取った場面、そして後ろに落とした。ただコースをその後しっかり見つけて打った、この稲垣うまいですね。こういった少し距離のあるシュート非常に得意にしている稲垣、得意ですね。チームも好調の中、この代表に来る前もゴールを決めましたが、ここで早速結果を出しました。29最終ラインがどこで止める、それからどこでどういうふうに出していく、はい、こういうところも確認できますんでね。ここでボールを収めた、うっと、うん、こぼれて伊藤、伊藤にもゴールが生まれました。これ左チャンスメイク古橋ですね、片山さん、はい、入ってすぐに結果を出しました古橋。そして伊藤、まあ、前線の選手が今日は全員ゴールを取っている中、伊藤も決めました、うん、思い切りの良さ逆をつきましたよ ね。シュート思い切って狙った古橋のシュート、うん、キーパーの意表をつくというか逆をついたシュートでしたね、はいはい、ただ伊藤もこの後しっかり決めましたね、はい、いいと思いますね。伊藤のクロスはそしてヘディング押し込んで入りました。日本9点目、そして決めたのは古橋代表初ゴール、決めに行ってましたよね、はい、日本9対0、すごいゲーム。今この伊藤のアウトにかかったボールもいいボールが来ました。これいろんなボール蹴ってますね、はい、伊藤も、伊藤でもクロスよく見えてますね。そうですね、はい、それから今西岡さんおっしゃった通り、球種もいろんな球種を蹴れますんで、はい、これはもう本当に武器になりますね、日本のね、大きな。そして古橋は嬉しい代表初ゴール、また伊藤が行く、落とさないですね。さあ10点目に行くか、はい、日本シュート決まった、うん、10点目、10対0、伊藤今日2ゴール目、いいプレーですね、はい、点を取った後ですけども、すぐに相手のボールを奪いに行って、はい、そして自分で自らゴールを取りに行きましたね、はい、全く落とさない。これで日本代表の予選、うん、最多得点に並びました、10対0、素晴らしいゴールですね、完全にもうコースを確認しているというか見えてますからね、はい、もうこれは当てみたいなという気もしますが、はい、古橋が走っていく、そうですね、これでも狙ってますからね、来た、11点目、古橋今日2点目、日本ワールドカップ予選の記録を更新しました、11得点、ゴールラッシュ、よくうまくコース取りがうまいんですよね、はい、ディフェンダーが背中を向けなければいけないところに動くんで、そしてそこにいいタイミングでもボールが出てきた、はい、そしてこのシュートの前もものすごく全力でゴール狙いに行ってるんですよね、はい、やっぱりそれが今ここでまた実を結んだというところでしょうね、はい、最終ラインの背後というのはもし一人でも速い選手が相手にいたらピンチになりますんでね、はい、ここのところは絶対に欠かしてはいけないところですね、はい、ここですね、このところですね、はい、いやよく出ましたね、今これも1本裏を取ってくる、うん、浅野決めました、欲しかったゴール、うまく決めましたね、はい、12対0、浅野拓磨が決めました。あ、この得点には吉田麻也キャプテン、うん、立ち上がって祝福しています。これでもう全員前の選手は取ってみんなが気持ちよくという感じでしょうか。まあそうですね、 でも全員がやっぱり点を取るということを自分で意識してやって取れてるんで、すごくいい感触になるんじゃないでしょうかね、はい、これチームとしてもちょっと浅野にというところは、はい、あの後感じましたしね、まあ、感じましたね。さ、早めに始めた浅野から戻して大迫、
ハットトリック13対0。ようやく表情が緩みます。これも伊藤が痛がってたんですが、はい、早くリスタートしました。お母さんのがよく引きつけて、後ろに戻しましたよね、はい、大迫は今日23分、そして後半の10分、そしてこのアディショナル、ハットトリック達成です、ね、仕事すると本当に力出しますよね、まだあるか、はい、もう一つ絡んでくる、伊藤に来た、そしてわー、いいシュートすごい、稲垣得意のミドルレンジから今日2点目。そしてここで試合終了のホイッスル。